トヨタ自動車グループの主要部品メーカー7社が発表した去年4月から今年3月までの連結決算はご覧の通りです。7社すべてが増収、電装を除く6社が増益となりました。半導体不足の解消で車両の生産量が回復したことや円安の進行などが好調の要因だということです。 デンソーは減益の要因について自社製の燃料ポンプでリコールが起きたことやダイハツ工業とトヨタ自動食器の不正問題に絡み工場の稼働が停止したことなどが影響したとしています今期に関して松井副社長は不正問題やリコールの影響はないと見ていると話し増収増益を見込んでいます